アスポンテスでガルシア・ロドリゲスは、スペイン・ガリシア州は、コルーニア県のムニシピオコマルカドへ梅に属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は1万1336人で、ある。住民故障は、ポンテス、エサ。カスティーリア語表記は、定換詞のないプエンテイズで、ガルシア・ロドリゲス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は94.09%。 アスポンテスデガルシーア・ロドリゲスは、アコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカドへ梅に属する。北は、アッソ・モーサス、マニョン、オルティゲイラと、東は、ムーラスと、南は、シェルマーで、モンフェーロと、西はと、カペーラ、サン・サドルニーニョの各自治体と隣接、自治体中心地区は、アスポンテスデガルシーア・ロドリゲス教区の、アスポンテスデガルシーア・ロドリゲス地区。 フェロル司法管轄区に属する。アスポンテスデガルシーア・ロドリゲスの主要な経済は、公、工業であるが、また多くの住民が、農業、畜産業に従事している。この地で最も重要な産業は、火力発電所と炭鉱である。エンデサの火力発電所はスペインで最大の規模を誇り、その煙突の高さは356メートルに達しており、スペインで最大であり、 ギネスブックにも世界で最も巨大な煙突として取り上げられている。また、排出ガス排出量も全ヨーロッパで第9位である。発電能力は総出力1400メガワットで、現在出力800メガワットのガスタービン発電設備を建設中である。また、自治体内には多くの風力発電所もあり、この分野においてスペイン国内でもトップクラスにあり、 エネルギー生産においても世界的規模にあると言える。アスポンテス・デ・ガルシー・ア・ロドリゲスはエネルギー生産量においてスペイン最大の自治体となっている。自治体主張はガリシア社会党のバレンティン・ゴンサーレス・フォルモーソ。自治体表議員はガリシア社会党12ガリシア民族主義ブロック4ガリシア国民党1となっている。 アスポンテスデガルシア・ロドリゲスは13の教区に分けられている。ふとじは自治体中心地区のある教区。ABC ・インゲハット・ネーラ・カルロス・エイブルーシャンのウソ・ドゥ・ゴリーゴ・ポル・カンチェローズ・プロザ・プブリカ・ HTTP ・プロザ・ガル・リクターソ・1263・エボルシオンのウソ・ドゥ・ゴリーゴ・ポル・カンチェローズ・ AB ・ディース・ヤナージー・グラフコ・エレストロドで ガリツヤボリューム20、P129 から136、ジゲルプブラケーションス、2009、ISBN 978から8461358366、フェレル、パルティードジュディシャルナンバー3でコルニアハット、パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシャルズでロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシャルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、 レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ、スペイン内務省2011年地方選挙結果、ありがとうございます。